ちごのお姫様、マイカです。今回はマイカのコスメポーチの中身を紹介していきたいと思います。ティアラチャンネル。じゃん。この前にコスメポーチの中身を紹介したんだけど、見てない人はチェックしてね。そのポーチをまだ使ってます。お気に入りなのね、これ。ここにケアベアが載ってます。じゃあみんなが楽しみにしている中身を紹介していきたいと思います。じゃん。これは何だと思います？じゃあ中身はじゃん、メイクブラシです。ピンクに、ね、なってます。ピンクになってます。ほら、気持ちいいんだよ、これが。2つ目、ちょっと待って。じゃん、 3C の鏡です。これは韓国に行った時のに買ったものです。じゃあ3つ目、じゃん、これはメイクする時って前髪が邪魔じゃないですか。だからピンで留めてます。4つ目、じゃん、日焼け止めです。これはもう減ってます、結構振ったら出るやつです。これは私は下地の代わりに日焼け止めを塗ってます。これじゃん、これはエチュードハウスシャインシックリップラッカー OR202 です。これはリップです。これはティントとマットがあります。私はティントが好きなのでティントを使ってます。じゃん、これはいきますよ、いきますよ。じゃん、あれまだね、いきますよ。これは私が作りました。これ私が作ったんですよ。7つ目、いや、これは最後です。エチュードハウスチェリーモイスチャーリップグロウ BR601 です。これはこれは人によって色がピンク色になるやつです。人の太陽によってね、変わります、色がね。これはお気に入りです。以上です。ティアラチャンネル。はい、ということで今回はマイカのコスメポーチの中身を紹介しました。次はりなちゃんがコスメポーチの中身を紹介してくれます。楽しみにしててね。バイバーイ。